はい、で正比と負の頻度依存淘汰の話、もう一個の事例を出します。でこれもまた性決定とはまたちょっと雰囲気が違ってですね、まあ、細胞内に共生している住んでいる細菌の話なんですけど、まあ、どういうことか、説明します。生物のですね、細胞の中にはですね、まあ、核とかあって、まあ、ミトコンドリアとかですね、そういった細胞内の小器官が含まれているんですが、そこにですね別の種類、全く別の種類の細菌、バクテリアですね、それがですね、感染していることがあります。節足動物、昆虫などではですね、まあ、ボルバキアとか、スピロプラズマとか、まあ、リケッチアといったですね、まあ、細菌の仲間がいるんですけども、それがですね昆虫とかの細胞の中に感染していることがあります。でこの細菌はですねどういうふうに感染が広がっていくかというとですね、先ほどの配偶子ができるメカニズムと少し考えてほしいんですけれども、母親から子に伝わるんですね。でこれはなぜかというと、配偶子ができる過程でですね、まあ、核とか細胞内に含まれるミトコンドリアとかこの共生バクテリアとかが、まあ、そのまま卵子に引き継がれて、まあ、卵子が受精して次世代の子供になるわけですけど、まあ、そのバクテリアもそうやって母親からですね、まあ、垂直感染っていうんですけど、母親から子供に、まあ、子供は息子であったり娘であったりするんですけど伝わる。で逆にですね、父親オスに感染しているバクテリアはどうなるかというと、配偶子ができた時点で精子っていうのは細胞内の小器官がですね脱落していて、ほとんど核遺伝子しか持っていないんですね。ですから父親に含まれているミトコンドリアもまあ固有の DNA を持っているんですが、ミトコンドリアやこういった共生している細菌は父親が配偶子を作った時点でですね次世代に伝わることは まずないですね。ということでバクテリアからすると、まあ、父親に感染してもここでですね、感染の伝播がストップする、まあ、そういった仕組みになっています。でそうするとじゃあバクテリアはどうするかっていうと、興味深い現象が知られています。それはですねホスト、まあ、この場合昆虫って考えていいんですけど、それをですね、昆虫の自分の宿主のオスを殺すという現象が知られています。メールキラーとか呼ばれているんですけど、まあ、どういう状況か考えています。まあ、テントウムシでよく知られているんですけど、まあ、テントウムシがですね、まあクラッチというか、まあ、卵塊というか、まあ、10個でも20個でもこう卵を産むんです。で性比はだいたい1対1なんで、これはあの分かりやすく色をわざと書いていますが、オレンジっぽいのが、まあ、メス、黄色っぽいのが、オスの卵だとして、まあ、だいたい1対1で含まれているわけですけども、この、ボルバキアとかスピロプラズマの、まあ、メールキラー、オス殺しと呼ばれる細菌が操作すると、産卵はされるんですけど、オスの卵だけ孵化しないんですね。胚発生が途中で止まっちゃったりして、まあ、受精はしたんですけども、そこで発生が止まってしまう、孵化できなくなってしまう、まあ、おそらくスピロプラズマとかが何かこう悪さをしてですね、性特異的にオスだけこう攻撃していて発生を止めてしまう、まあ、そういったメカニズムはおそらく考えられるんですけど、オスは孵化せずにメスは孵化する。で孵化したメスは、まあ、どういうことが起きるかというと、まあ、まず一つ考えられるのは、まあ、競争の緩和といいますか、この卵塊に含まれるのはみんな兄弟姉妹なんですね。で、まあ、テントウムシの場合はアブラムシを食べますが、まあ、餌の資源というのは有限なんで、まあ、限られた資源なんで、オスがですね、まあ、いなくなると、まあ、兄弟姉妹間の競争が緩くなる、緩和されるっていうことですね。そうすると、まあ、メスにとってはまあメリットがあると。で、あとはですね、テントウムシが孵化したら、まず何をするかというと、アブラムシを取りに行くんじゃなくて、卵塊の中でですね、孵化しない卵をですね、まず食べるんですね。まあ、栄養として食べるんです。で、オスの卵が孵化しなかったら、メスはそれをまず食べに行くんですね。でまあ、テントウムシ孵化率っていうのはこう 100% ではなかなかないんで、このメールキラーが感染していなくても孵化しない卵っていうのは、まあ、よくあるんですけども、まあ、メールキラーに感染すると、まあ、単純計算でいうと半分の卵は孵化しないんで、まあ、孵化したメスからすると丸々1個分くらいですね卵を食べられる、平均するとそういうことになります。そうすると、まあ、体の大きさからするとこう2倍に膨れ上がるわけですね。それはメスにとっては非常に重要な、まあ、栄養になると。で栄養がつけば飢餓に対する耐性が上がったり、まあ
特定のテントウムシではですね、まあ、活性が上がってアブラムシをこうハンティングする能力が上がったりすることが知られています。でその結果どうなるかというと、オスは死んじゃうんですがメスにとっては有利なんですね。競争の緩和があったり、栄養として、まあ、栄養が増えると。でメスの生存率が上がれば、まあ、結果として何が起こるかというとメスに感染しているバクテリアの、感染が拡大して伝播効率が、高まる、まあ、そういうことが考えられます。バクテリアからするとオスに感染してもそこで行き止まりなんで、じゃあオスをまあ殺してしまってその分メスの生存率を上げるような、まあ、そういった宿主のですね、まあ、生殖繁殖をですね操作している、まあ、そういうことが知られています。でこれ結果としてどうなるかっていうとオス殺しがですね集団中に感染しだすとオスがいなくなってメスが増えるんでメスにですねバイアスした、まあ、変更した集団内の性比が生まれてくるということです。はい、それでは、こういったですね、オス殺しの細菌が、昆虫の宿主の集団の中に広まるとじゃあどうなるかと、どん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 、感染が広がってオスは、死んでしまってメスが有利になると集団中にメスがどん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 増えてやがてですねメスしかいなくなると。でメスしかいなくなると交尾相手のオスがいないんでさすがに、テントウムシとかのメスはですね交尾しないと、子供を残すことできないんでじゃあ集団中メスしかいなくなってその集団はですね、まあ、やがてポシャってしまうのかというとですねそういった例はですねまず報告されていないです。で実際にはですね何が起きているかというと、まあ、テントウムシの例なんですけども感染はしているんですが感染率っていうのはそこまで高くならないです。でこれはですね、私が調べた、京都における、集団で調べたですね、ナミテントとクリサキテントの感染率感染している個体の比較です。青い丸がクリサキテントという種類赤い丸がナミテントという種類です。でこの図が何を表しているかというと各野外でですねテントウムシのメスの成虫を取ってきて卵をたくさん産ませてその親のですね孵化率、まあ、平均した孵化率がまあ横軸になっています。で卵を産んで孵化率調べてその出てきた幼虫をですねその飼育で親まで育て上げて成虫まで育ててその性別が分かりますよね。でその子供世代の性比が分かるわけです。でその性比が縦軸になってます。オス比になってるんで上に行くほどオスが多くて下に行くほどメスが多いで 0.5 っていうのはオスメスで大体1対1くらいです。でこれ見て分かるようにですね大まかに2つのクラスターに分かれていますね。こちらとこちらです。でこちらを見てみると孵化率がまあ大体高くて、まあ、大体 0.8 くらいなんですけども、メールキラーに感染していなくてもですね、まあ、孵化しない、卵っていうのがある程度含まれているんですが孵化率が比較的高くてオス比が大体 0.5、まあ、オスとメスがですね1対1に落ち着いているっていう種なんです。でこれはですねスピロプラズマに感染していない、テントウムシの、個体です。でその一方この下に固まっているのはですね孵化率が 0.5 以下非常に低いとでかつそこから出てきた、幼虫子供っていうのは全部ですねメスなんですね。オスが1匹も出ている。でこういったですねこっちのグループは、全て、スピロプラズマという細菌に感染しているということが、まあ、PCR 検査では、まあ、分かったんですけども、要するにですね感染し集団中に感染しているタイプと感染していない個体がですねこう混じっているんですけど、まあ、その感染率を見ると、まあ、クリサキテントでですね大体 50%50% ずつですね半分のオス半分のメスはスピロプラズマに感染していてメールキラーを発症している。でこれがですねテントウムシの中でも最も感染率が高かったくらいの報告です。でテントウムシはメールキラーよく感染しているんで、まあ、いろんな種類から報告されているんですけどこのその感染率調べると大体まあ 5% とかそのくらいに落ち着いています。で全く感染していない、集団とかもまあよくあります。でこのナミテントのようにですね、まあ、ナミテント1匹だけ、感染している個体いたんですが、まあ、大体そんなもんだったんですね。ということでですね、この場合はスピロプラズマなんですけど、まあ、ボルバキアとかそういった細胞内共生細菌が感染して性比がこう偏るとで感染がどんどん拡大してメスばっかになるんでないかっていうと、まあ、そうではなくて現実はですね、
やはりオスというのがいなくならないんですね。でその背景にあるのはおそらくオスが少数派になるとテントウムシにとってはですね、オスを産むことが有利になるんですね。それは集団の中にメスが増えれば増えるほどオスであることが有利になるんで、オスを産めるタイプというのが一気に広まっていくと。で別の言い方をすれば、それは、細菌に対する抵抗性が進化したということなんですけれども、細菌はですね、宿主の昆虫のですね、繁殖を操作しようとこう何か悪さしてるんです、悪さしてるんですけど、宿主側はですね、その抵抗性をもし進化できたら、そういった遺伝子が一気に広まるということで、少数派のタイプが有利になるというですね、まあ、負の頻度依存選択、まあ、そういうのが働いています。でこの本にですね、私の本にですね、まあ、そういったくだりは解説してあるんで、まあ、ぜひ参考にしてください。でテントウムシの例でだけでなくてですね、まあ、蝶々でも知られています。でこれは琉球紫という種類なんですけども、日本にもいるんですけども、まあ、南太平洋フィジーとかサモアのデータでですね、まあ、その辺ではこう赤いものが出てくるのがまあ特徴的なんですけども、このエクストラオーディナリーフラックスっていうのはですね、まあ、本当にこうなんていうか極端なこう振動という意味ですけども、2001年の調査結果だとオスとメスの割合がですね、性比がですね1対99でもうほとんどオスがいないと、もう集団中にメスばっかと。でそういったことがですね、まあこれが個体群がですね、まあ、オスが完全にいなくならずにですね、こういった極端な性比が、まあ、ある程度維持されていた、まあ、その理由もですね、まだよく分かっていないんですが、その後の調査、まあ、その後といっても5年後のですね、2006年の調査だと普通にですね、オスとメスの割合が、まあ、ざっくり言うと50-50にこう分かれていたということが分かります。なんかわずか数年のうちでですね、抵抗性が進化していると。まあ、具体的にはそのボルバキアみたいのがですね、感染して、まあ、感染してもそのメールキラー発症しなければ、ただ単にですね、細胞内にこう住まわっているですね、住んでいるですね、バクテリア共生細菌に過ぎないんですけども、まあ、そういったことが起こると。でですね、まあバクテリアとの相互作用という文脈では抵抗性が進化したと言えますし、あるいはですね、まあ、性比選択が働いたと。負の頻度依存淘汰によってオスが少ない状況ではオスが有利だったんで、またバランスされた、まあ、そういうことが分かります。ということでまとめますと、まあ、これに尽きるんですけど、まあ、負の頻度依存淘汰っていうのは少数派が有利、多数派が不利ですね。まあ、そういった状況になると、まあ、多様性が維持されるということです。で、まあ、オスとメスがですね、まあ、多型というのはあまりそういった表現はしないですが、まあ、基本的には遺伝的にですね、同じ種の同じ集団でも性が異なると、まあ、遺伝的に異なるタイプということで多型と呼べるかもしれませんが、それもですね、まあ、負の頻度依存等と、まあ、具体的には性比選択というんですけども、まあ、それで、バランスされているということが分かります。はい、ということでですね、まあ、性比選択を題材にですね、まあ、負の頻度依存淘汰を、より深く考えてきましたけども、まあ、自然淘汰というのはですね、まあ、最初の方で話しましたけども、集団内のですね、他の個体の状況にも依存する、まあ、頻度依存淘汰みたいなのがあって、まあ、ゲーム理論とかと関連しているんですけども、自分の都合だけでは決まなくて、集団内の他個体とも、依存し合っていると。あるいはですね、自然淘汰は先見性はないと、将来の環境変動には予測、対応することはない、あるいは集団のため多様性のための形質ということが、個体よりも優先されて進化することはなかなかないと。あるいはですね、制約というのは、まあ、性決定システムとかのそういうことなんですけれども、そういったですね、まあ、なんていうか進化の舞台というかスタート地点さえも進化の産物なんですね。で制約というとですね、まあ、それが例えば性染色体で性別が決まってるから性比がこうなってる、まあ、そういった考えることもどうしても考えてしまうんですが、まあ、そもそも性というシステム自体も進化の結果なんで、性のどういうふうにして決まるのか、染色体で決まるのか、環境によって決まるのか、そういったシステムでもですね非常に生物によって多様なんですけど、まあ、そういった制約さえも自然淘汰の対象であるということを意識することが大事です。でこういうふうにですね、自然淘汰についてより深く理解することが進化と多様性の関係を理解する上でかなり重要になってくるので、
今日はですね、まあ、負の頻度依存淘汰、正規選択について詳しく説明しました。以上です。